ぜひ。はい、ここからは、名古屋俳優予選の皆さん、よろしくお願いします。はい、まずこちらから船橋院長恵子さん、よろしくお願いします。はい、そして関手猪木のこささん、はい、そして、ふもとたかしさん、お願いします。鈴江講師さん、お願いします。山口ゆりさん、よろしくお願いします。そして加藤智弘さん、よろしくお願いします。お願いします。お、なんか新しいメンバーが結構半分以上ねということで、ね、今回第2回ってことで、はい、うん、2014年、去年の秋に、うん、はい、第1回の名古屋俳優寄席っていうのをやらせていただきまして、うん、もともとですね、今回もそうなんですけど、うん、名古屋の小劇場で活躍してる俳優さんたちが、うん、落語に挑戦するっていう機会なんですけど、うん、はい、こちらにいらっしゃいます、はい、オフィスパーティーパッドの加藤さんと、あ、はい、名古屋でも数少ない、うん、落語家、うん、もう数えるほどっていうか、もう絶滅危惧種、3人しかない、ね、そうそう、保護されて叱るべきとかね、はい、昔ね、そうそう、でその雷門福蔵さん、うん、このお二人がやるぞということで、うん、私がわーい、じゃあやりますということで始まった会なんですけど、うんうん、基本的には公募で毎回フレッシュなメンバーで、うん、いろんな人に落語に挑戦してもらおうっていうコンセプトでやりたいなってこう、はい、師匠が言いまして、うん、あ、わかりました、はい、はい、メンバー総代ですと。また春なだけにフレッシュなメンバーでお届けしております。お願いします。お願いします。ね、実はその委員長恵子さんは確か委員長恵子さんっておかしいです。委員長でいいですよ。委員長さん、委員長さん、はい、初めて読んだ。なぜ社員読んだんだろう今。もう、はい、ね、でも前は確かあれですよね、観客というか見に来る側。あ、そうだったんです。ね、私去年の秋に開かれた第1回の俳優寄席を見に行って、うんうん、もう。あ、落語ほぼ初めて生で見たんですけど、うんうんうん、もうそれでめちゃめちゃ面白くて、うん、もう次あるんだったらぜひやりたいって思っていたら、この公募がかかったんでシャッって終わって、そしたら通ったみたいな、うんうん、でっていう感じで、はい、参加するに至ったと。はい、そうなんです。で、前のその第1回の時に参加されてたのが山口ゆりさん。私、そうです。なんか本当トップバッターでしたよね。トップバッターです。あの時は何やったんでしたっけ。ちはやふる、あ、からのでしたよね。からのからの、まあ、まあ、まさか、うん、まあ、一応古典落語を基本的にみんなやってるんですけど、ね、まあ、誰が想像しましたか、ミュージカル始めましたね。うん、そうですね。まあ、その自由さも落語の自由さであり、俳優の自由さでもあると思うんですけれども。そうなんですよね。ここがちょっとその普通の落語とはちょっと違うというか。まあ、そうですね。俳優寄せだけにその俳優の特性を生かしてっていうのがあったので、みんなそれぞれすごいアレンジしてましたもんね。そうですね。まあ、というか、まあ、なんか落語って基本的に時事ネタとかなんかそういうの入れて、やっぱ笑い取っていかなきゃいけないなと思って時事ネタを一生懸命考えたらミュージカルになってしまったっていう。何歌ったんでしたっけ、あの時は。アナと雪の女王。もうまさかの、まさかのその登場なんですけど、その後の流れはね、ちゃんとそのチャレンジ。そうそうそう、あれ本当に助かりました。アナと雪の女王でタイトルで、有原の成平略してアナと雪の女王じゃないっていうオチが作れましたよね。あ、はい、そうですね。他にも確か松竹亭ゴミ箱さんは確か死神っていうね、あの作品を演じて、なんかプロレスっぽいこと始めた。そうですね。そう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 。なんかちょっとちょっと台というか、下の席がちょっとやばいぐらいの、ビシ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 ぐらいの、なんかエルボースタンプとかやってましたね。講座が壊れそうなので。はい。で、今回、まあ出演者がまあちょっと変わった部分があるということで、ふもとさん。はい。普段は劇座さんですね。はい、劇座というところで。はい、本当にもう、なんか由緒正しいという言い方もあれですけど、本当にもう、まあ、老舗の、はい、劇団に所属されているわけなんですけれども、はい、今回、前回ご覧になったとか、あ、はい、僕も最初はお客として行って、うん、これ面白いなと思いまして。もともと落語がお好きだったんですか、ね、いや、そんなこともですね、うん、小さい時に落語の本を読んで面白いなと思ったくらいはあったんですけど、うん、生で見たことはあまりなかったので。なるほど、うん、ちょっとまずこのね、名古屋俳優寄席 の、まあ、サブタイトルじゃないですけど、その落語は究極の一人芝居だ、はい、これすごい分かる、本当見ても分かるし、うん、分かるところなんですけど、一人芝居とかもされたことは今まで、うん、お金を取ってやるようなところではないですね。うん、やってみたことはあるみたいな。そうですね、大学時代とかそういうところ、うん、文化祭の発表会とかそれくらいのレベルで。なるほど。そこでまあ初の作文挑戦ということで。はい、じゃあ続いて鈴根講師さん、はい、はい、鈴根さんといえば、名古屋大学の劇団新生所属ということ、はい、ということは
ニノさんの後輩に後輩なの。おお、先輩なんです。先輩、大大そうなの。そうなの。そうなんだ。そうなんだ。実はそうなの。うんうん。で、実はすずねさんといえばもう落語ちょっとまあかちょっとじゃなくてだいぶかじ。そうなんです。はい、大学に入学して、うん、でちょっとだけ落語研究会に所属していた時期がありまして、はい、していた。していた。あ、もう今はしてないんですけど。まあ、ちょうどその時期に僕もお客として第1回の俳優寄席に来て、うん、まあ、落語と俳優ってこう、まあ、両方の要素がある寄席、うん、ああもうまさに自分のためにあるようなものじゃないかなと。なんかそうですよね。なんか本当になかなかまあそうやって2つ 両、まあ、両立っていうか、うん、ジャンルに、ね、精通してる人ってなかなかいないと思うんですけど、これもう出るしかないですもんね。まあね、うん、俺のためにどうぞ。俺のためにどうぞ。そうそうそう。僕でもね、この第1回が開かれた後のその鈴音さんがそのニノさんに声をかけるまでの工程してますからね、僕は。あ、そうなんですか。ね、ツイッター上でちょっとね、声かけていいものかどうかみたいな話からちょっとちょいちょいあったりして、僕が、ね、いや、いいと思いますよ、いいと思いますよって言って、ニノさんにあの公開プロポーズみたいなこと知らないですか。知らなかった。いや、その時連絡手段がツイッターのリプライしかなくて、うん、結果としてこうね、公開外に見える形になってしまったというだけ。あ、そうなんだ。いや、でもすごいね、これでいい回になったかなと思って、すごい楽しみに今してるんですけれども、うんうんうん、できる話を聞いた時そのまでかけ寄って僕2回目出させてくださいって。それもやりました。それは見てましたよ。あ、そうなんだ。それやった上でなんか忘れられてるんじゃないだろう。あ、なるほど。待ちに待ったって感じですね。じゃあその他の出演者といえば、まあ、Mジャンで言いますと赤井千春さん。そうなんですよ。ね、まあ、紙芝居のね、怪奇が絶対つくっていう。怖くないよと言いつつ絶対みんな、ね、みんなが泣いてるっていう。怖い。はい。そしてあと、まあ、オレンジスタさんというか、そういうの企画さんとかで、まあ、ご一緒されてた、はい、服部哲郎さん、ね、アフターイマージュ、はい、コンテンポラリーダンスカンパニーアフターイマージュから、うん、第1回の松竹亭ゴミ箱に続き、なんと主催振付家、うん、服部哲郎、はい、かなり日本でも有名なダンサーですよ、うん、おー、出ちゃいました。彼がもうダンサーが出ちゃいました。ね、結構まあ、前振りとかフラグが結構あるんですけど、そのね、歌ったり踊ったりしちゃうかもとか言って、これ踊るでしょみたいな。一応そばの話なんですけど、どうそばとダンスを絡めるのかちょっと楽しみにしてますわ。あ、なるほど。あ、じゃあ、じゃあ加藤さんに、まあ、見どころっていうか、まあ、今回の見どころを、まあ、伺ってみたいと思うんですけど、まあ、今回の見どころっていうか1回目やってよかったなと思って、それはやっぱ次の人がまた現れてきて、みんな結局ジャンルが違うし、劇団も違うし、そういうつながりのない人たちが、まあ、こういう場で出会って、また新しい展開が生まれて、で、まあ、それが次から次へとね、違うものが生まれてくればいいかなということで、まあ、企画自体が良かったかなっていう。企画の勝利みたいな。それは師匠と加藤さんが心のおかげじゃないですか。ね、もう雷もね。あ、でも福戸師匠もやっぱりそのね、以前その、オレンジスタさんの舞台に、はい、もう2回ほど出演いただいてまして、うん、なんか演歌歌手の役とか、演歌歌手の役とか、この間はなんかつるっぱげの DJ 社長とか社長だった社長だったなかなか、ね、そこはやっぱりその落語家さんとその、まあ、俳優、まあ、演劇界が結構その近いところにあるのかなとか、師匠が元俳優さんなんですよ。あ、そうなんですよね、うんうん、そう、それもあってなんかその俳優は一度みんな落語をやってみたら、うん、絶対その後の俳優人生に糧になるから、うん、何にも悪いことない、うん、いいことずくめだ、うん、やりなさいって言って、うん、なんかすごく広く門戸を開いてくれてるんだなっていうふうに稽古をつけていただいて感じますね。なるほど、ね、はい、役者は儲からんけど、うん、落語は儲かる。儲かる儲かる。そこは結構ね、重要ですね。一人で、うん、そう、一人だから一人身一つで、一度一つ何か身につければ、それをこの俳優さんが終わってもやれる機会も、うん、みんな言われてるなるほどね。じゃあちょっとこれ、ね、最後に伺いたいのが、皆さんのその何ていうか、帝号っていうんですか、屋号、屋号、あ、帝号です、帝号です、あ、帝号だ、うん、そちらもちょっと伺いたいんですが、じゃあゆりさん、あの時何なんですか。
私は FU ってソプラノです。そうですね、まあ、FU の会っていうのをされてて、はい、なおかつ、まあ、これ歌う、ね、歌うなんかフラグみたいですけど、そう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 、ソプラノソプラノにしました。はい、うちの猫の名前がアルトだからですよ。あ、そうかそうか、そう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 、あ、なるほどね、アルトよりは、はい、あの上の立場でありたいという、はい、言ってた、枕で言ってた。あ、なるほど、はい、じゃあふもとさん今回は激座で林家とつけました。あの麓を分解して林に鹿と書いて林家です。ちょっとでもやっぱり激座は関してるわけなんですね。まあしといた方がいいのかなと思いまして、はい、なるほど、はい、じゃあ鈴音さんは。あ、僕はもうそのまんま新生って鈴音と、新生は劇団新生の新生で、うん、はい、鈴音は、まあ、あのひねり、何もひねりがないと寂しかったので、うん、ひらがなでちょっと可愛らしく可愛らしく、はい、じゃあ、院長さんは。あ、私はあのシアターウナなので、うん、ウナヤミトジョと申しまして、漢字で説明するとすごい難しいんですけど、あの羽に魚って書いてミトジョって読むんだ、ウナヤって書いて、はい、であの三重女って書いてミトジョ。40代でも落語やれたら今度よそ嬢にしようかなと思って年代を増えるごとにね、こう名前が変わっていけるっていう、うん、で直樹35みたいな、なんかそんな感じで重ねていけるようにと思っていけました。はいはいはい、はい、じゃあ、ちなみに今回、まあ、ゆりさんは、まあ、出演はされないんですが、はい、何をされるかって言いますと講座返し。あ、ということですね、まあ、はい、ちなみにどんな講座返しって何なんだろう。講座の座布団を、うん、座布団をひっくり返す、ひっくり返すんですけど、うん、まあ、あの前の方がやってて、まあ、空気を変えるためっていうか、あ、まあ、そういう意味合いも込めて座布団をひっくり返すんですけどね、うん、はい、あとめくりをめくって、うん、あ、そうですね、前回は確かオレンジスターの、はい、マダムさんがさんだったされてましたけれども、はい、今回ゆりさんがということで、はい、詳しくは名古屋俳優さんのホームページがあります。ホームページこちらですか。ホームページです、はい、ホームページがありますのでこちらまで、こちらまで。じゃあ改めて日時とか料金とかね、告知をお願いしたいと思うんですけれども、どうなったり、はい、あ、じゃあ加藤さんお願いします。はい、3月14日土曜日、先ほどの方と被っておりますけど、ホワイトデーですね。ホワイトデー、ホワイトデーですよ。そうなんですよ、はい、それと15日の日曜日、次の日もある、はい、ありました。ただ、まあ、出る人たちがみんな違うので、あ、そうなんですね、一人1日ずつしか出ないので、はいはい、福蔵さんだけですね、両日で。あ、そうです、林雄さん、私と林雄さんは両日出ますが。あ、そうかも、林雄さんが、はい、出ます、うん、出ます、出ます、出ます、の17時30分からでございます、はいはい、で陽気層という花崗山のあ、うん、にあるあの名古屋市が今ここがもう、ね、文学座になっちゃったんですけど、うん、松坂屋さんの、ね、はい、創始者の方の別荘でございます、はい、なかなか面白いところ、ね、風情のあるところで、ロケーションを見に来ていただくだけでも価値があると思う。確かにそうですね、うん、本当にあの赤い壁というか、うん、そうですね、謎の地下道もあって、そうですね、うん、本当に入ってみると、まあ何かちょっとそこの建物をね見に行ったりとか、中に入っても面白いし、うん、またそこの会場もね、そのちょっと階段を、そうですね、素敵な階段、うん、まあ、地下ですね、ここ地下、地下、地下舞踏場です。舞踏場だったんですね、地下、そうそうそう、あ、そうだった、踊るとこ、本当は踊るとこだった、うん、ああ、はい、GHQ がそこをうん、使っていた時に、あの、あ、じゃあ武装会をダンスマッチをしてたんですね、ここでいうような話を。すごいところだ、そんなとこで落語、落語やっちゃう、はい、でそして料金の方は、1500円でございます、前売りで、はい、で当日1800円ですので、はい、皆さんぜひ早めにご予約をしていただきたい、お願いします。何せ50人しか入れませんので、早めにお願いいたします、はい、お願いします。で、ちなみにその舞踏場のね、あの、まあ、舞台が、まあ、あるんですけれども、そちらのちょっと屋根が、まあ、低いというよりは林さんが大きいんですかね、あれ林さんだけが上の前の幕にかかってるっていう、ね、多分林優よりも高いやつが、そうなんですよ、そこもそうだった。でもまあ構造に座られるので、ね、その方はね、別にそう、林さんはまあ漫談というか感じで、まあ立って見えたからっていうのもありますけども、うっかり立ち上がるのはミュージカルやるやつとか踊るやつとか、これは立ちますねはい、じゃあここまでは、こちらですね、名古屋俳優寄席から、船橋院長恵子さん、二の木のコスターさん、麓隆さん、鈴音講師さん、山口由里さん、そして加藤智弘さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では一旦 CM さんで次のゲスト3人行ってみたいと思います。では一旦 CM です。